テレビ朝日系サンデーライブ一曜午前5時50分は17日ドジャース大谷翔平投手が16日パドレスとの開幕戦20日を迎える韓国ソウルの高尺古直スカイドームで行われた公式会見に臨んだことを報じた写真田中真美子さん私服姿も可愛い 大谷翔平と寄り添う幸せオフショット15日に元バスケットボール選手のマミコ夫人27と2ショットで韓国入り、飯妻に関する質問には満面の笑みを浮かべ、いい思い出になる、と夫人に捧げる大活躍を誓った。番組ではマミコ夫人が女子バスケットボールの実業団最高峰、W リーグ、 の富士通レッドウェーブで活躍し昨年4月に惜しまれつつ引退したことを紹介。現役時代の VTR と引退会見の映像を放送した。この時の会見で記者から引退を決意した理由を聞かれ、決めた理由ですか。うーん、本当に色々あるんですけど、難しいな、と笑顔で答えていた。